ああ、来た来た。おい、下請けなのに遅いぞ。会場に着いた俺を呼んだのは取引先の部長。ここの社長はとてもいい人なのだが、この部長はどうも苦手だ。取引先なのに下請けと呼んでくるし、とにかく態度が大きい。この部長にいつか仕返ししてやろう。俺はいつもそう思っていた。俺の名前はユウスケ、30歳だ。5年前にイベント会社を立ち上げて、毎日忙しくしている。主にイベント会場の装飾を担っているのだが、花やバルーンを使ったもので、結婚式なんかでも需要がある。お子さんの誕生日パーティーで自宅を飾り付けたい、なんていう依頼も増えているのだ。立ち上げて間もない頃は生活もカツカツだったし、世界的な感染症の流行で、イベントの仕事がほとんどなかったが、その頃に、お孫さんの誕生日にパーティーをしたい、という、ある会社の社長から依頼があり、自宅を飾り付けたことがある。この社長と奥様に装飾を気に入られ、それ以来、会社のパーティーや、知人宅の飾り付けなどの依頼を受けるようになった。しかも、人脈のある社長だったので、他の企業にも紹介してもらって、依頼が舞い込んできたのだ。おかげで、今では安定した経営ができている。ちなみに、この社長は奥田社長といって、30年ほど前に立ち上げた会社を大企業に成長させたらしい。奥田社長は、今60歳くらいだから、俺がイベント会社を立ち上げたのと同じくらいの年齢で起業したというわけだ。それを聞くと、俺ももっと頑張って大きな会社にしようと思えてくる。ある日、奥田社長から仕事の依頼が来た。奥田社長が社長を引退し、息子さんが新社長になるそうだ。その社長就任パーティーの会場装飾を任せたいという。社長引退は残念だが、会長として携わるらしい。息子さんは何度か会ったことがあり、奥田社長に似て物腰の柔らかないい人だ。かなり大きな会場になるらしく、俺は緊張しながら奥田社長との打ち合わせに向かった。ゆうすけくん、いつもありがとう。そう言って迎え入れてくれた奥田社長。俺は早速会場装飾の要望を聞いたのだが、ゆうすけくんを信用しているから全面的にお任せするよ、と奥田社長は言う。俺は予算や使いたい装飾などを聞いて、ある程度のイメージを固めた。そこへ一人の人物が入ってくる。奥田社長はその人物を俺に紹介した。部長の本宮くんだ。就任パーティーは彼が仕切ることになる。装飾の部分は祐介くんにお任せするが、本宮くんも出入りすると思うのでよろしくお願いしますね。そう言われたので、俺は本宮に挨拶をする。本宮は50代だろうか。ニコニコしながら握手を求めてきたので、手を出したのだが、ものすごい力で握られて、思わず顔を歪めてしまった。奥田社長は気づいていないので、俺は挨拶をして、早々に退出した。少し嫌な予感はしたけど、とにかく俺は自分の仕事に集中しよう。そう思い、早速準備に取り掛かる。それから数日後、俺は本宮に呼び出された。奥田社長に打ち合わせを頼まれるときはいつも会社に行くのだが、本宮は近所のカフェを指定してきた。先にカフェに入って待っていたのだが、待てど暮らせど本宮が来ない。電話をしてみてもコールのみだ。どうしたものかと思っていると電話が鳴った。ああ、もしもし。ちょっと打ち合わせが長引いてしまってな。あと1時間もすれば着くから待っていてくれ。1時間ですか？俺は思わず聞き返してしまう。こっちにだって予定がある。この後、買い付けに行かなくてはいけないのだが、仕方ない。時間をずらして待つとしよう。そうして、1時間後に現れた本宮は、謝罪もせずに話を切り出した。会場の装飾だが、もう少し予算を抑えたい。どうせ装飾なんて誰も見ていないんだから、
こんなにかける必要はないんだよ。それなら食事にでもかけた方がマシだ。元宮はとんでもないことを言ってきたのだ。奥田社長がそのようにおっしゃっていたということでよろしいですか？俺は元宮に念押ししたのだが、元宮は鼻で笑う。何言ってるんだ。そんなことを社長の耳に入れることないだろ。社長は忙しいんだ。こんなどうでもいいことは話さんよ。どうでもいいことという元宮の言葉は頭に来たが、ここで喧嘩をしても仕方ないので、俺はこらえた。でも、ご予算をお伺いして、それに合わせて装飾を検討していますし、イメージ図を社長にお渡ししています。こんなに予算を下げられてしまうとは、予定通りの装飾はできかねますが。言葉を選びながら元宮に説明をしたのだが、元宮は不機嫌な顔で。それを何とかするのがプロの仕事だろう。という。たまにいるのだ、こういう人が。元宮は続いて。使うのなんて花とか風船とかなんだろう。それでこの金額は高いんじゃないのか。と、偉そうに言ってきた。確かに、原価で言えばそうかもしれない。でも、元宮の言うように、こっちはプロだ。そのプロに頼んでいるんだから、技術料や人件費がかかるのは当然。そんなこと言うなら、自分で装飾をしてみたらどうだ。それならあんたの言う原価だけだよ。なんて、言いたくても言えるはずがなく、俺はしぶしぶうなずいた。かしこまりました。では、見積書を作り直しますね。俺は、パソコンもプリンターも持ち歩いていたので、その場で見積書を出し、元宮のサインをもらった。とはいえ、奥田社長のために装飾のグレードを落としたくなかった俺は、なるべくイメージ図に沿って考え直す。社長就任パーティーまで、あと半月という頃、元宮と最終的な打ち合わせを行った。搬入の時間、装飾にかかる時間など、他の業者との兼ね合いもあるので、綿密に打ち合わせた。そして、打ち合わせを終えると。ああ、そういえば、これ、社長からだ。と、テーブルの上に招待状を投げつけられる。お前みたいな下請け業者を招待するなんて、社長は何考えてるんだ。とりあえず渡しておくが、別に来なくてもいいんだぞ。うちみたいな大企業のパーティーなんて、お前には荷が重いだろ。奥田社長が就任パーティーに誘ってくれた。それなら出ないわけにはいかないだろう。元宮のことなんてどうでもいい。俺は、にっこり笑って言った。ありがとうございます。喜んで出席させていただきますね。明るくそう言うと、元宮は舌打ちをして、俺に背を向けた。どこまでも失礼な奴だ。ここまで数えるほどしか元宮とは話していないのだが、頭に来なかったことが一度もない。俺のような業者の人間を見下しているし、平気で下請けなどと呼ぶ。別にうちは下請けなんかではないのだけど、元宮からすれば仕事をあげていて、自分より格下なのだから下請けだ、ということのようだ。社長にはいい顔ばかりしていたし、自分より上だと判断している人に対してはちゃんとしているのだろう。社長は元宮の本性に気づいていないのかもしれない。元宮みたいなタイプは本性を隠すのもうまそうだ。そうでなければ部長なんて役職になれないと思うのだが、どうなんだろうか。わざわざ社長に告げ口するような気はないけど、自分の身は自分で守ろう。契約書や搬入の時間など、俺は一つも間違いのないように念入りにチェックした。そして、ついに社長就任パーティーの当日がやってくる。搬入の時間よりも早く着いて、搬入ルートの確認をしていると、元宮が俺を見つけ、大声を出した。ああ、来た来た。おい、
下請けなのに遅いぞ。時間よりも早く着いているのに、どこが遅いんだ。おはようございます。搬入の時間より早く着いていたので、搬入ルートの確認をしていました。もしもう作業を始めてよければ始めますが。というと、元宮はため息をつく。ああ、お前な。2時間前が基本だろう。さっさと始めろよ。俺はその言葉に呆れた。そんなわけないだろう。30分前ならまだしも2時間なんて非常識すぎる。それにあまり早く来てもホテルに迷惑がかかる。俺が絶句していると元宮は忙しそうに言ってしまった。元宮は会場設営を手伝う業者にいろいろ指示を出している。俺のところへ会場であるホテルのスタッフの男性がやってきた。あの人いつもああなんですよ。うちのホテルは会社のパーティー会場として何度かご利用いただいているのですが、あの人はいつも上から目線で指示してきて、こちらも少し困るんですよね。我々はあの人の部下ではないのに困ったものです。俺は相槌を打つ。元宮はホテルのスタッフも見下しているようだ。もう少し話を聞いてみたかったが、そんなことをしていたら時間がなくなってしまう。俺はホテルのスタッフに挨拶をして会場の装飾を始めた。そろそろ装飾も完成してきて、あとは調整だけだ。ホテルのスタッフは、さすがですね。こんな素敵な装飾なら社長も喜ばれますよ、と言ってくれて、俺は笑顔になる。しかしそこへ元宮がやってきた。おい、ここにテーブルを一つ増やしてくれ。ホテルのスタッフに指示をし、俺にも。増やしたテーブルの装飾、さっさとやってくれよ、と言ってくる。でも、さっきも装飾を増やすよう言われたので、いきなり言われても素材がもうないのですが。実は、会場入りしてから何度も元宮から変更の指示を受けた。この装飾はこちらに移せと言われたり、ここにも装飾を増やせと言ったり、素材は多めに持ってきたのだが、さすがにコロコロ変えられて素材も足りなくなっている。俺が慌てていると、元宮はニヤニヤしながら。下請けに発言権はないんだよ、と言った。続けて。あと30分で招待客が集まってくる。さっさと素材を買いに行って装飾をしろ、というのだ。俺は頭をフル回転させる。それは時間的に無理です。それであれば他のところから装飾を移動させてバランスを取るのでお待ちください。方法はこれしかない。しかし、元宮は。はあ、これ以上貧相にしてどうするんだ。お前みたいな業者を使ってやってるんだから、俺の言う通りにすればいいんだよ。逆らうなら契約終了だな。と、ニヤニヤ笑う。俺は、堪忍袋の尾が切れた。契約終了ですか？散々こっちを振り回しておいて、その態度はないんじゃないですか？それに、うちは下請けでもないですし、私はあなたの部下でもありません。いい加減にしてもらえませんか？なるべく冷静に言ったのだが、元宮は俺の顔を見て笑い出した。何言ってるんだ。お前みたいな下請けを大企業であるうちが使ってやってるんだぞ。指示を聞くのは当然のことだろう。嫌なら片付けてさっさと帰れ。もう付き合ってられない。俺は元宮を睨みつけ。わかりました、と言った。元宮は、ようやく理解できたか。じゃ、さっさと装飾を増やしておけよ。俺はこれから、受付の準備で入り口にいるから、終わったら声かけろよ。
と言って背を向ける。元宮が会場から出て行ったのを確認すると、俺は急いで作業を始めた。作業と言っても、元宮に言われたものではない。頭に来た俺は、装飾をすべて撤去したのだ。そして、荷物を台車に乗せて、入り口にいる元宮の前を。では、失礼します。と言って通り過ぎた。元宮は不思議そうな顔を向けたが、何やら忙しいようで声をかけてくることもない。俺は荷物を車に運び込み、さすがに疲れたので、ホテルの喫茶店で一休みすることにした。招待状はもらっているが、この状況で顔は出しづらい。後で直接社長に挨拶に行こう、と思っていたのだ。俺が休んでいた喫茶店からはパーティー会場が見える。元宮は受付のところでうろうろしていて、中には入っていないようだ。しばらくすると、奥田社長が会場に入っていく。そして奥田社長はすぐに出てきた。元宮に何やら話していて、元宮を連れて受付を離れ、喫茶店の方までやってきた。どういうことだ？会場の装飾はどうした？奥田社長がそう言っているのが聞こえる。まあいや、それはその、さっき追加の指示をしたのですが。元宮がしどろもどろになっているようだ。俺は奥田社長に挨拶しようと席を立つ。すると元宮が、ああお前、こんなところで何をやっているんだ、と俺を怒鳴りつけた。奥田社長は驚いて元宮を見る。俺は奥田社長に挨拶をし、元宮部長に、下請けに発言権はない、逆らうなら契約終了だ、などと言われました。そして指示が聞けないなら片付けて帰れと言われたので、そのようにしただけです。と言うと、奥田社長は眉を潜めた。元宮は慌てて、ああ、じゃ、違います。こいつ、ああ、いや、こちらが私の指示を聞けないと言ったんです。という、ずいぶん慌てているのか。今日は社長の前でもボロが出ているし、顔も青ざめている。奥田社長は元宮の本性に気づいたのか。今はいい。と言って、俺に頭を下げた。部下が失礼をして大変申し訳ありませんでした。もし可能なら、できる限りでいいので装飾をお願いできませんか。息子の門出を祝いたいんです。元宮は青ざめているだけなので、俺は社長の言葉にうなずき、15分ください。と言うと、ホテルのスタッフが走ってきて、僕にも手伝わせてください。と言ってくれた。先ほどの男性スタッフだ。俺は急いで撤去した装飾を戻していく。もったいないと思って、装飾はすべてそのまま車に入れていたので、出してくるだけでなんとかなる。招待客を入れるのを少し待ってもらい、すぐに会場の装飾を終わらせた。奥田社長は満足そうにうなずく。パーティーは無事に終わり、新社長からも、素敵な装飾でした。いつもありがとうございます、と喜んでもらえたようだ。その後、奥田社長は元宮を叱責した。しかし元宮は、私は配置の移動をお願いしただけで、そんなことは言っていません。と、俺の言ったことを否定する。これじゃあ押し問答だなと思った時、ホテルのスタッフが来て、僕はここで全て聞いていました。元宮さんは嘘をついていますよ。と証言してくれたのだ。俺は、先ほども言った通り、僕やホテルのスタッフは下請けでもないし部下でもありません。もちろん部下に対してもパワハラだと思いますけど、取引先に対してあまりにも失礼です。と言い、契約書を出す。それと、当日の変更に伴う経費は上乗せしてお支払いいただきます。こちらに記載してありますし、
元宮部長のサインもありますよね。勝手に予算を落とされて、こっちは赤字ギリギリなので、超過分は改めて請求させていただきますね。元宮は、青ざめたまま縮こまっている。奥田社長へ元宮から予算の削減をされたことや、装飾を馬鹿にされていたことも伝える。すべてを知った奥田社長は激怒。部下の本質を見抜けなくて申し訳なかったと、俺やホテルのスタッフにもう一度頭を下げる。俺たちは顔を見合わせてうなずいた。その後、元宮は降格、減給処分。うちへの上乗せ分の支払いは勝手な契約をしたとして、元宮のボーナスをカットし、そこから支払ってくれたらしい。奥田社長は会長となったが、俺は今でも変わらない付き合いを続けていて、来月のお孫さんの誕生日パーティーにも依頼を受けている。その依頼の際に元宮のその後を聞いたのだが、さすがに居づらくなって会社を辞めたそうだ。俺の方はあの時にホテルのスタッフと仲良くなり、今ではホテルでパーティーを行う時に依頼を受けることも増えた。今日もお客様の笑顔を見るため仕事を頑張ろうと思う。